今週は、はい、今週はラフからのアプローチになります。もうラフって聞いただけでなんかあかんわ、萎える萎える舞台はサンゴルフ&リゾート若宮コース。フラットなホールが多く、初心者、女性も楽しむことができます。今週は18番344ヤードパー4、グリーン周りのラフからアプローチをレッスンします。では行きます。はい、はい、ちょっと待って待っていいですか。はい、あのボールの状況確認されましたか。いや、ピンしか見てなかった今回のアステクはラフからのアプローチの時、必ずボールの状況を確認しましょう。今この状況だと少し浮いてるんですけど、浮いてるとロフトが寝たクラブ、まあ、サンドイッチとかになると下をこうくぐってしまうっていうことが起こってしまうので、こういう時は少しクラブの立っているピッチングなどで打つことがいいと思います。ボールの状況によって打つクラブが変わるっていうのを一番考えてほしいです。ご覧のようにボールとラフの状況によって有効なクラブを選択することがポイントです。ボールの状況を確認してから打ってみましょう。はい、これはもう完全にボールが浮いてます。浮いてますので、ピッチングを。うまい、ファイルもある。おお、ナイス。ピッチングで正解でしたね。状況判断バッチリでした。ラフで気をつけないといけない。アステックをお願いします。はい、アプローチをする前にまずは必ずボールの状況を確認しましょう。次回からラウンドを行くときは必ずチェックします。抱き続けて